諦め悪い子たちが、ジャニーズが脱滝沢も批判の敵、一方で平野市耀らの飛べラッシュ。今月20日に開設されたジャニーズ JR のオフィシャルウェブサイト。その中で公表されたオーディションの募集要項が話題となっている。ジャニーズの応募資格から見える脱滝沢イズム応募資格は、応募時点で芸能事務所レコード会社音楽出版社などとの契約がない。 型株式会社ジャニーズ事務所とジャニーズ JR として契約を結ぶことができる方、東京または大阪でのレッスンに参加できる方、の3つの条件がある。また、年齢制限はございません。と、はっきり明記されていたり、性別による制限の記載がなく、幅広い層からの応募を受け付けているようだ。 性別による制限への言及がないのは、ジェンダーレスな昨今の時代の流れに即した可能性もあるが、年齢制限を撤廃したことで、かつてのジャニーズ事務所副社長兼ジャニーズアイランド社長滝沢秀明氏41の色を打ち消す形となっている。ジャニーズ事務所は21年年に滝沢さん主導の元、いわゆる22歳定年制度を導入しました。 当時約60年の歴史を持つジャニーズの中でも初めてのことで、滝沢さんの組織改革が実現されたこととしても印象的です。 この制度はジャニーズ JR の活動において一定の年齢制限を設けるもので、ミツル22歳到達後の最初の3月31日までに JR としての活動継続について事務所と合意に至らなかったタレントは同事務所での活動を終了するというものでした。滝沢さんがジャニーズを去った今、 この制度が導入されて2年も経たないうちに事実上の撤廃になったことは、ジャニーズが滝沢色を排斥したようにも見えます。大手芸能事務所関係者団。この定年制度撤廃にファンは、X、q ツイッター、で、諦めの悪い子たちがデビューできずにズルズルいくパターンが、ね。定年制度いいと思ったのに。 滝沢イズム消滅させるより良いものは残しておいた方がいいと思う。さすがにダラダラと事務所に置くのはどうなのかなと。今の時代年齢制限は NG。ここに対応してあげてください。才能を年齢で線引き、定年まで使い捨て、滝沢に本当にがっかりしたもの。と賛否両論だ。厳しかった滝沢氏に比べられる新社長井ノ原。 また滝沢氏は、ジャニーズ時代には、その厳しさでも知られていた。タレントの女性スキャンダルには、芸能活動自粛の処分、不定や、賭博行為など法に触れることには、解雇及び連帯責任で、当該タレントの在籍グループの解散などを言い渡してきた。 しかし、滝沢氏の公認でジャニーズアイランド社長となった元 V6 の井ノ原義彦47は、現在起こっているジャニーズ JR に関する問題への対応が甘すぎると批判を浴びている。デビュー目前と見られている人気ジャニーズ JR グループ美少年の那須優斗さん21が、 楽屋の壁に笑いながらシュークリームを投げつける動画が拡散され、問題となりました。また撮影者も同グループの佐藤龍が3、20だったのも発覚し、大炎上。その直前にも美少年金指し和代さん、19の女性スキャンダルが流出し、問題となっていましたね。スポーツ上記者。しかし井ノ原は、今月18日に謝罪文で、 今回の状況を総合的に判断し、このまま活動を継続させていただく方が、これから社会人として成長していかなければならない3人にとって、本当の意味での自覚と責任を獲得することにつながるのではないかと判断いたしました。と、特段の処分を与えず活動を継続することを明言した。前でスポーツ上記者はこの対応に違いにこう続ける。 一連の問題は滝沢市であれば厳しい処分が下されていた可能性が高いです。というのも、シュークリーム動画の撮影者である佐藤さんは21年年に当時未成年でありながら女性スキャンダルを起こし、滝沢市に活動自粛処分を下されていますからね。 22歳定年制度や不祥事への処分など厳しい姿勢で望んでいた滝沢氏とは侵略の方向へ舵を切っているように思える、ジャニーズ。退場者が相次ぐなど人材流出も進んでいるため、寛大な措置でそれを防ごうという狙いもあるのかもしれない。 トベファミリー氏で勢いが加速。一方の滝沢氏は、今年3月に立ち上げた新会社、トベ、で、元ジャニーズタレントらと続々と合流し、ジャニーズ2号店、ジェネリックジャニーズ、と揶揄されながらも、破竹の勢いで勢力を拡大している。 とべ、公式 YouTube で最初に合流発表があった V6 の三宅健さん44は、次のキングプリンスプリンチェヒラノシさん26、神宮寺ユータさん25の合流発表時に、さらにその次のイムップ、IMP 合流発表には三宅さん、ヒラノさん神宮寺さん揃って発表に立ち会いました。ヒラノさん神宮寺さんの人気は絶大で、 彼らのインスタグラムフォロワーはそれぞれ388番人、209番人を超え、一挙手一投足が SNS でトレンド入りし、ネットニュースで取り上げられています。イムプオーを元ジャニーズ JR でインパクト大津ズとして活動していた7人が、今年5月にジャニーズを退場し、全員揃ってジャニーズ時代の恩師である滝沢さんの元へ合流しました。 もともと JR グループとしての知名度は高くなく、ジャニーズの次のデビュー候補としても3ケラ4番手にすら名前が挙がっていなかった。そんな彼らの、とべ、合流発表に三宅さん、平野さん、神宮寺さんが立ち会うことで、注目度も激増。 彼らの合流発表配信の YouTube 再生回数は700万回を超える平野さん、神宮寺さんには敵わないものの、三宅さんの320万回に迫る270万回再生を記録しています。前でスポーツ上記者。マタイムプオを今月18日に飛べ、レシングル、クルージンをデジタルリリース。 世界同時配信デビューを果たし、MV は6日間で328万回再生を突破している。とべには公式ラインも存在し、滝沢氏の挨拶メッセージを皮切りに、三宅、平野神宮寺、イムップメンバーが準不動でリレー形式でメッセージを送信してくる形になっている。ユニットグループの垣根を超えたやり取りも多く、ファンにより、 飛べファミリーといったハッシュタグも拡散され、それぞれのファンがすべての飛べ所属メンバーを応援しようという事務所箱、死のキュンが高まっている。さらに、三宅は今月22日、自身の YouTube ライブ配信で飛べ所属メンバー全員での食事会についても明かしている。 滝沢氏はスタッフと同じテーブルにより、タレントだけのテーブルでは最初は初対面の人たちの会話だったものの、お酒をたしなむメンバーもいたりと、徐々に打ち解けた様子を語った。特に、イムップの佐藤新22は憧れの平野と隣でイチャイチャしてた、とも明かされている。 こうしたタレント同士の仲の良さはアイドルファンの大好物でもあるため、その人気に拍車をかける形となった。とべは今月16日にも公式ホームページで、劇団式の舞台出演経験もある元ジャニーズ JR の大統率樹18の介入を発表している。とべはファミリー一体となってどこまで勢力を伸ばすのだろうか。エンタメ確伸出すのだろうか。